ニュースマグビです。鉄道警察隊に所属する女性巡査長が性風俗店でアルバイトしていたとして停職1ヶ月の懲戒処分となり依願退職していました。県警関係者によると勤務態度に問題はなく真面目な印象だったとのことで、組織内でも驚きの声が広がっているそうです。風俗店のホームページには出勤告知用にブログで彼女の写真付き日記まで掲載されていました。そこには前髪切りすぎてテンション下がってます、誰かあげに来てください、待ってますなどといった書き込みが。副業も真面目に取り組んでいたようです。ニュースマグビ